はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は今週の無課金派オーダーの紹介をやっていき、19日から25日までのやるべきことイベントガチ予想をやっていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。早速今週の無課金派オーダーのコーナーから入っていきます。まずはオーダーを見せします。投資がこんな感じで、野手がこんな感じです。先週からの変更点としては、清宮選手を万波選手と入れ替え、スピリッツ94アップとなっています。万波選手は限界突破コーチを使用するか悩みましたが、ベストナイン第2弾第3弾でオーダー入りの選手を引けていないため使用することにしました。そしてチームスピリッツコンボの方を見ていきましょう。チームスピリッツ106,088、最大コンボ上昇量9,324となっています。そして能力チャートの方はご覧の通りとなっています。続いて覇王の順位推移はこちらとなります。基本的には3桁の順位推移となり、安全な順位推移となりました。ただここからオーダー強化予定がないので、グランドオープン前が若干怖いところです。ストック経験値などは十分なので、グランドオープンまで耐えればなんとかなるでしょう。続いて試練アイテムの状況としてはこちらになります。相変わらず育成系イベントが来ず、余裕のない数となっています。おそらくグランドオープン前に消費スタミナ2分の1がありそうなので、そこで全力周回をして集める予定です。 S ランク限界突破コーチの枚数は万波選手に使用したため26枚となっています。今週の無課金派オーダーの紹介は以上となります。続いて19日から25日までのやるべきことイベントガチ予想の方に入っていきます。まずは19日月曜日の配布予定、最強決定戦スピちゃん記念大会が終了し、順位に応じた報酬が配布されます。残り期間わずかとなっていますので、上位に入れるよう祈っておきましょう。ちなみに自分はトップリーグで参戦し、3000位の報酬、 S ランク 10% 契約書、 S ランク特訓コーチ3つ、スペシャルアイコンが獲得できそうです。続いて19日月曜日からの配布予定、マンスリー監視祭が始まり、 S ランク 10% 契約書が配布されます。毎日ログインすれば合計で3枚の S ランク 10% 契約書が手に入りますので、ありがたく受け取っていきましょう。続いて19日月曜日から22日木曜日のイベント更新前にやるべきことチャレンジカップをこなしましょう。今来ているイベントプロスピー妖怪道はスタミナを使うイベントとなっています。ただ次もスタミナを使うイベントが予想され、プロスピー妖怪道は余裕を持って累計が終わるため、イベント更新前に終わらせるイメージでいきましょう。必ず自然回復分のスタミナで隙を見つけてこなしてください。ちなみに次はコスト430カップとなっています。続いて21日水曜日、22日木曜日にやるべきこと特訓 1.5 倍の最終日となりますので、上げ忘れがないかチェックを行いましょう。めったに来ないレアイベントとなっていますので、今のうちに特訓を済ませておくことを推奨します。続いて22日木曜日のガチ予定、この日はお知らせできている通り、スタートダッシュスカウトがリニューアルされ、全員引くことが可能になります。内容は合計375エナジーで3枚の S ランクが保証されており、うち2枚が自チーム確定となっています。メジャー組が手に入るラストチャンスとなっていますので、メジャー組で欲しい選手がいる方、初心者寄りの方は検討する価値がありそうです。続いて22日木曜日のガチ予想、この日はイベントガチャの更新日が重なっており、メンテナンスが入るため OB セレクション第5弾の登場が濃厚になります。第5弾は30連目 S ランク OB 選手確定、自チーム確定なしが予想されるため、豪華ラインナップが期待されるでしょう。続いて22日木曜日のイベント予想、ガチャ予想の部分で触れた通り、この日は OB 第5弾の登場が予想されるため、それに伴ったランキングイベントが予想されます。期間的にも29日の配信停止にぴったりなので、可能性は高いでしょう。ここで直近できているランキングイベントを見てみます。まとめると、6月23日からターニングポイント、7月29日からバッティングトラベラー、9月29日からプロスピ応援団、11月28日からプロスピヒーローズ、12月29日からネットスタジアム、1月19日から必勝アリーナとなっています。予想としては、本命がボーナスあり対応イベント、かつ直近で最も来ていないターニングポイント、対抗がボーナスなしで来てバッティングトラベラーとさせていただきます。予想通りボーナスありできた場合、累計は OB 第5弾選手確定の S ランク契約書になりそうです。続いて24日土曜日の注目ポイント、プロスピエスファンフェスタ大阪が開催されます。同時にスピちゃんの西日本大会ファイナルが行われますので、注目をしておきましょう。おそらく視聴キャンペーンがあり、エナジーがもらえるはずなので、忘れないようにしてください。
続いて今週のサブイベント予想、長子くんの宿題が終了するため新たなサブイベントが予想されます。ここで直近できていないサブイベントを見てみると、6月19日から長子くんザワールド、9月19日から団員認定戦、11月13日からプロスピグランプリ、12月29日からシナリオプレイ、1月20日から長子くんの宿題となっています。予想としては本命が長子くんザワールド、対抗が団員認定戦とさせていただきます。金曜日から日曜日あたりに来そうです。19日から25日までのやるべきこと、イベントガチ予想は以上となります。1週間の予定は把握できたでしょうか。今週は OB セレクション第5弾の登場が期待され、マンスリー監視祭で契約書配布があるということで、引き続き重要な週になってくると思います。どんな更新が来るのか楽しみに待っておきましょう。この情報が良かった方、今週の更新も楽しみな方、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて今後の主な日程に関してです。今現在確定している日程、予想を合わせたものとしてはテロップの通りとなっています。動画内でも触れた通り、2月19日からマンスリー監視祭が確定しており、29日には一部選手の排出停止が予定されています。そしてファイナルミキサー最強決定戦リアルタイム対戦の大会告知がそれぞれ来ており、日程はテロップの通りとなっています。またファンフェスタは東京の日程も確定しており、3月20日に予定されています。グランドオープンが3月26日なので、それ絡みの発表が期待されそうです。続いては特訓 1.5 倍 97.5% チャレンジしていきたいと思います。今回やっていくのはこちら、田村選手です。リーグで使う選手の育成は終わっているため、純正強化を進めていきます。田村選手は純正リアタイで使用し継承する選手なので、特訓後まで上げていく形です。ということでやっていきましょう。今ね、消費していい A ランクがあんまりないので、なるべくね特訓コーチで済ませていきたいなと思っています。逆にちょっと B ランクがプレゼントボックスにもあまり気味なので、まあこちらの方を使っていきましょう。まずは0から1はちょっと B ランク多めでやっていきます。お願いします。さあ、まあ 97.5、 できるだけ失敗はしたくないところです。OK、 1回目は成功、2回目いきたいと思います。さあ2回目やっていきましょう。プレゼントボックスから B ランクを大量に連れてきました。まあ基本的には A 特訓コーチと B ランクで、まあ特訓レベル浅いうちはね済ませていきたいと思います。さあ2回目お願いします。まあ、前回の特訓 1.5 倍開催時には結構好調でね、 97.5% 全然失敗しなかったので、今回も続けていきましょう。さあこの感じで3回目いきましょう。まあちょっとねもったいないかもしれませんが、まあ自分はこのような形で特訓を進めています。ちょっとね今 A ランクでねいらない選手があんまいないんですよね。ちょっとベスト9でね総力型が結構ね自分持ってなくて後悔はしてたので、ちょっと貯めていこうかなっていった形で温存してます。さあ4回目いきましょう。さあ4回目やっていきましょう。まあ4回目からは限界突破しながら進めていくって形になるので、まあこんな感じでやっていきましょう。 OK、 ラスト1回やっていきます。さあラストですね、やっていきましょう。まあこれで上げて、まああとはあの S ランクの田村選手がいるので継承して特訓が10になる形です。さあラスト5までノーミスで決めてください。OK、 ということで特訓 1.5 倍、無事ね完了しました。皆さんのね特訓 1.5 倍の結果なんかもコメント欄で教えてください。続いて毎回恒例のイベント途中経過です。日付変わって撮影している18日8時現在、イベント攻略動画で解説した通り、今のところ自然回復で進め、得点はスタミナ回復を選択している。自分の進捗状況としてはご覧の通りとなっています。撃退報酬は6体という状況です。序盤の進みが悪いイベントのため、もう少しペースは上がるでしょう。引き続き毎回の動画でイベント進捗状況は紹介していきますので、進みの目安としたい方は参考にしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日はサイリー OB セレクションについてまとめた動画を上げる予定です。よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。